やあ。父さんがギニューに？え、違う。ギニューが父さんになって？あ、すみません。どうか父さんをお願いします。お前たちがじゃんけんで決める。そりゃないですよ、ディニュー隊長。ずるいっすよ。うるさい。おい、ユルド、お前は兵たちにドラゴンボールをお届けしろ。いいな。わかりました。なんか今日隊長機嫌悪いな。すげえ、あいつの強さもやばいけど、ベジータもやっぱとんでもねえやつだったぜ。でも、なんだか様子がおかしくないですか？父さんの様子も聞いたのですが、今一番警戒すべきはギニューです。本来なら、ギニューは別で戦うことはないはず。すでに、歴史の解放が起きてしまっています。怪しい気も感じます。注意してください。お前は何者だ？俺とベジータの勝負に入った。まあいい、このギニュー様が一緒に相手をしてやろう。ただの雑魚かと思ったが、なかなかやるようだ。最初張り切ってるな。
よし、じゃあ条件で一番勝ったやつが残りをやるってことでいいな。これだな。気を解放しろ。お？こいつは意外だったな。あの次だし戦闘力が1万を超えやがったぜ。こりゃ面白くなってきた。ワン、宇宙船でやったイメージトレーニングを思い出せ。確かに皆さん強くなっています、父さんも。ですが、ギニューとリクームの相手では厳しいでしょう。なんとか皆さんを守って敵を倒してください。どいつもこいつも茶碗だぞ。おばかしい。おお、やっぱり今日体調機嫌悪いよな。お前また体調のケーキ勝手に食べたんじゃないのか。食ってねえよ。だいたいこの間のも俺じゃないって言ってんだろ。嘘つけ。嘘じゃねえよ。しかし本当に機嫌悪いな。怖い怖い。改変された歴史ではギニューは父さんとボディチェンジ。それが限界だとしたらとんだ期待外れだぜ。Thank you.